さあ皆さんお待たせいたしました。ここでゲストの呼び込みをしたいと思います。私個人的にはですね、もうちょっと車見てたかったなっていやマジで思っちゃうんですけど、早く、うっさいよ早く、ゲストを紹介しましょう。小西和樹くんです。どうもこんにちは、はい、小西和樹です。よろしくお願いします。今回のゲストは小西克幸さん。ゲームやアニメ、吹き替えや特撮など幅広いジャンルで活動している。その演じる役柄は熱血感の兄貴からクールで寡黙な二枚目まで変幻自在。ミキシンとはあの国民的アニメで長年共演、また舞台俳優として親交の深い声優の関智一さんが座長である劇団に所属している。ね、もう長いですね、付き合いもね、僕ら。そうですね、何年ぐらいですか。15年ぐらいですよね。ね、いろいろね、国民的アニメで一緒だったりとか、ずっとね、あれが長かったですもんね。10年ぐらいずっとやってますよね、僕。まあ、そんな中で、はい、割と業界の中でも大柄なんです、小西くん。そうなんです、車を選んじゃうんです。はい、そうですよ、はい、で僕もそんな小さい方じゃないんです。はいはいはい、こんな2人が割とコンパクトスポーツカーの部類にこう入ってしまう、このロードスターでですね、はい、ね、大きな2人が、うん、どんなドライブをして、どんな僕がおもてなしをするのかっていうのをちょっとねミキさんテンション高いですねお前もなんかテンション高いじゃないか。ずっと思って、僕はもうロケの時はすげえテンション上げろって金髪の先輩から言われてるんです。おとと一緒だった人おとと一緒だった人ミキさんがね、こんなにテンション高く、うん、なんかこう笑いながら喋ってるのってあんまりイメージがないんですよ。じゃあやめた、やめて、見てる人が今見てる人がごめん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 、悲しむから、ね、すごい楽しそうで。じゃあちょっと見てみましょうか、はい、そんな俺を楽しくさせてくれてるのはこの車ですかね、はいはい、あのミキさんがね、はいはい、今ずっとこの車の説明してくれてたじゃないですか、はい、何にもわからないんですけど、うん、1個だけ、なんだい、もうこの車のこれだけ知ってて欲しいっていうのってどこですか。ポイントを挙げるとしたら、ポイントを挙げるとしたら1個だけ、1個だけこの車のポイント1個だけ。難しいな、どこだろう、どこが、どこが、もう車わからない人でも、うん、ここがおすすめですっていう。ちょっと引いてみてごらん。はい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 、かっこいいでしょ。かっこいい、それ大体ね、もうかっこよければいいですよね。だって日本で手に入る車で、うん、日本で言われて厳しいですから、はいはいはい、だから日本で手に入る車で、あの車がかっこいいなと思って買って絶対に外れないです。なるほどね、絶対は言い過ぎたかなそこそこ外れないんで僕あのミキさんに前乗ってた車勧められて、はい、外れなかったです。でしょ、あ、大当たりでした。あれ大当たりだったでしょ。大当たりでした。まあ後のそこらの話しますけど、どんな車を買ったのか、はいはいはい、あるいは先輩に買わされたのかくだりをですね話したいと思います。これは買わないですよ、先に言います。これは買わないですよ。あのさ、この番組さ、うん、そんな回数やってないのに、うん、もうそんな流れできてる買わないです。なんか浪川くんもすごい車買わされそうになったって聞きましたよ。だってあいつ本当に買おうかなって言ってたもん。いや社長だから彼は買えると思うんですよね。僕は平社員だから、大きな声じゃ言えないけど、独立狙ってるんでしょ。狙ってないです。狙ってないの。狙ってないです。本当、みんな僕のことを今いる事務所じゃない他の事務所の名前よく言うんですよね、うん、お前 あそこの事務所だろみたいなケンプロだっつーの、もうみんなね。ケンプロです、ケンプロで す。アトミックモンキーじゃないですよね、本当皆さんにすぐ間違えますからね。所属していた劇団のね、所属している劇団の座長が、座長がね、アトミックモンキーですからね。そこの偉い人ですからね。まあちょっと見てみましょうか、はいはい、じゃあ助手席乗ってくださいよ。はい、お願いします。さあ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 、こちらでいいんですか。はい、どうぞ見てみてください。中からも失礼します。はい、あ、広っあ、すどうですか。いいですね、座りやすいですね、思ったより。いい感じでしょ。はい、僕もうちょっとあの、うん、やっぱりコンパクトかだったら2シーターじゃないですか、うん、だから結構狭いのかと思ってたんですけど、うん、思ったよりそんなに圧迫感はない、はい、